また9月9日に飾られる、ひな人形を、また、それを飾る江戸時代の習わしである。春3月3日のひな祭りに飽きたらず、秋の節句にもひな人形を飾ったものである。江戸時代、おそらく上京、元六年間に始まるのであろうという。聖徳年間のことについて、国慶雑談に、今また9月9日に小筋状をし、徘徊これを名付けて、 後のひなとす、入れこ枕に、二きのひの名祭り、今もけい場には、後のひなあるよしなれど、三月のごとく鍋てもて、扱うにはあらずと名もむ、晩秋室などには八作にひなを立てるとぞとある。また、俗語厳州に、ひのなざりて、伊勢の八作という句がある。九月の朝陽の節句、八月昨日などの、行われたが、三月のひなりのように一般に、 行われたのではなく、またいつしか廃されたらしい。近年になって、一般社団法人日本人形協会を中心とした、徴用の節句及びとのひなの復古活動が、行われている。戦国時代の1566年1月、室山城主の家に、黒田官兵衛の妹とも言われる姫が嫁いできた夜、対立関係にあった辰野城主、赤松正秀に吸収され、 花嫁も奮戦したが打ち死にした。地区では、鎮魂のため、3月3日のひな祭りを、旧暦8月1日の八作まで延ばしたとされる。戦後途絶えていたが、生かす会が復活させた。これを、八作ひな祭りと呼び、毎年、室津会薬館、室津民族館や民家などで展示を行っている。徴用の節句大人のひな祭り後のひな。 一般社団法人日本人形協会。2017年2月28日閲覧。山陽電車と巡る軍師。黒田官兵衛第四回室八作のひな祭り。2019年9月26日閲覧。8月にひな祭り。八作ひな祭りとは一体何倉方人形。2019年9月26日閲覧。ありがとうございます。